された薄型テレビの台数合わせて645万3千台で、前の年を 67% 下回り、地上テレビ放送のデジタル化に伴う解体需要が大きく減少したことも、平成13年に統計を取り始めて以来最大の落ち込みとなった。電子情報技術産業協会は、需要を呼び起こす新しい機能やサービスの開発が